みなさんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。そしてはい、エゴマヤのマスドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりの室内、今日は深谷の方に、はい、銀座に来ました。来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。このエゴマを今日は、はい、前回エゴマの収穫まで終わりましたので、今日はパサトさんにこのエゴマオイルを使ったおすすめのレシピを6品今日はご紹介したいと思います。シェフが作ってくれるんでしょ。元シェフが、はい元シェフが、はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日作るレシピは、それではレッツクッキング一人だったやっぱりそうか、やっぱり。それではまず深谷リーキをそのままね、蒸し焼き、周りをちょっと焦がして中をね、はいはい、お蒸し焼きみたいにしたいと思いますので、でかいですね、はい、ご自宅にこういうのがない方はお魚焼き器、コンロの上でいいと思います。コンロで焼けると思います。コンロ、ガスコンロの上に、はい、まあ、網があります。網があってね、はい、絶対中は柔らかくて美味しいと思うよ。はい、おお。ちょっとお時間かかるんで、このままにしときたいと思います、うん、はい、違うんでいきたいと思います。片隅に置いておきます、はいはいはい、それでは最初、エゴマのナムルいきたいと思います、はい、もう基本は簡単に混ぜるだけです。はい、まず豆もやし、きゅうり千切りしてます。してニンニク一かけすりおろしてます。で鶏ガラスープ、醤油、塩、コショウです、はい、してエゴマ油、もうこれだけです、うん、もうただ合わせるだけ。ではやっていきたいと思います、はい、はい、まずニンニクを入れます。で、まあ、ここはお好みでいいです。で鶏ガラ入れます。全部入れるだけです。ただ、はい、醤油入れます。まずここでね、混ぜる、一回混ぜちゃった方がよろしいかと思います、はい、はい、そして米もやし、うん、きゅうりで、もう合わせるだけ、うん、これだけでもね、十分美味しいと思います。正直で、塩コショウですね。塩、じゃあね、コショウ大丈夫かな、うんうん、そんなちょっとでいいの。胡椒いっぱいがいいな。じゃあ胡椒入れちゃいます。でも、はい、はい、で、これにエゴマ油を一回し、お、二回し、はい、一個増えた。回し回し、ちょっと回しちゃいました。これで出来上がりです。お、はい、じゃあさらに、はい、ありがとうございます、はい、ということで出来上がりです、1品、はい、はい、じゃあ2品目いきますか、はい、2品目いきましょう、はい、はい、2品目、基本僕のんべえなんでお酒に合うもの、これでいきたいと思います。エゴマとツナのペーストを作りたいと思います。はい、はい、材料はツナ、マヨネーズ、ゆで卵で、ピクルスとケッパで、塩とコショウ、美味しそう、これだけです。そしたらまずピクルスを切っていきたいと思います。みじん切りにしたいと思います。あ、なんかリーキがすごいことになってる。リーキね、リーキがだんだん焦げてきて、いい匂いがしてきているんですよ。まず、はい、ピクルスを細かくしていきます。ここに入れますよね、はい、次に深谷さんもいきます。はい、はい、どうせ混ぜますからね、はい、はい、もう普通に手でね、ぐちぐちやってもらってもいいと思います。で、ツナを入れて、はい、ケッパーも入れちゃいましょう。まあ、はい、で、したら一回混ぜちゃってください。よく具を合わせてもらって、ここで一回マヨネーズ入れます。よく合わせてもらって、またコショウ、はい、はい、で、コ
塩、うん、あとはよく混ぜてもらって、はい、エゴマ入りましたね。これで一段と滑らかな感じになりましたね。はい、はい、完成でございます。はい、2品目出来上がりです。はい、じゃあ3品目、はい、3品目、ミニトマトのマリネにしたいと思います。これ僕、はい、コックさんの時に、まあ、その時はもちろんエゴマ油はやってないんですけども、あ、まあ、なんかちょっとね箸休めみたいのをまかないで作らなきゃいけなくて、はい、その時にやったもので、まあ、その当時はオリーブ油でやったけども、今回はエゴマ油でやってみたいと思います。はい、じゃあプチトマト湯むきしてあります。ひと手間だけども湯むきしといた方が味がちゃんと染みるんで、あ、このひと手間はした方がいいと思います。これがお酢、はい、でニンニクみじん切りしてます。でまた塩コショウで、基本もう簡単です。もう全て一緒に入れて合わせるだけです、はい、ということでまずニンニク、はい、でお酢、もうあとは塩コショウなんで、まあ、もう結構強めに入れていいと思います。はい、全部入れちゃいます。はい、で一回ねこうやってトマトと調味料全部合わせてもらって、最後に仕上げにエゴマ油、まあ、ちょっと油でねコクと膜を作るような感じです。うん、こんな感じです。はい、でこれは後で食べるときに、はい、ちょっと冷やしておいた方がいいと思うので、はい、とりあえず以上です。はい、じゃあ次に行きますか。はい、ネギがいい感じになってきてます。すごいですね。はい、これ行きたいと思います。はい、はい、次は岡谷のリーキ、持田さんのあのリーキを使ってシンプルに食べたいと思います。はい、先ほどから焼いていたリーキ、こんな感じにいい感じになってます。香りが、はい、香りがすごいです。もう食べたくてしょうがない。まずもう簡単です。もうこれはね皮をピーって剥いてもらって、あー柔らかい、絶対柔らかい。いやーこれは美味しそう。早く食べたい、冷めないうちにね。そしたらすごい丸のまんまでよくない？こうザクでいっちゃいます。ザクでもいい。あ、いい、どうぞ。シェフ、シェフ、どうぞ。ザクでいきたかったけど、ちょっとこっち、つゆがね、もったいないよね。ちょっとね、綺麗に合ってないかな、これ。絶対、温かさがさ、逃げないように。このナスのあれみたいな、うん、ナスみたいになったね。これはもうあれですか、塩コショウに、塩コショウ、エゴマ油でいいと思います。美味しそうですね、これ。美味しそう。エゴマをかけて、これであと醤油で、うん、醤油とかお好みで食べてみたいと思います。はい、次はデザートというか、朝ね、毎日朝食べれる、手軽に食べれるレシピです。まず無塩のくるみ、ミックスナッツとかでも全然問題ないです。そして蜂蜜、そして無糖のヨーグルト、これだけです。とエゴマ何屋さんなんだって。はい、はい、そしたらもう簡単です。蜂蜜とナッツを合わせます。ちょっと適量でナッツと蜂蜜絡めて、でエゴマ油、大事なやつね。大事なやつ、まあ軽くお好みでかけてください。はい、これでナッツのソースができるんで、これをヨーグルトにかけて出来上がりです。はい、だって、わーすごーい。はい、美味しそう。これで出来上がりです。これは美味しそう。はい、それでは実食です。はい、いただきます。いただきます。お腹空いちゃった。どれからいきますか？やっぱり熱いものは熱いうちに。いや、私もそう思ってるんですよね。はい、リーキいきたいと思います。はい、はい、いいですか、どうぞ。はい、どうぞ。もう食べたくてしょうがないの、さっきから。あ、でか中身。はい、わーい、わーい、いただきます。あとはお好みで醤油、塩、コショウですね。うん、実食どうですか？おいしい、うん、甘い。合いますね。大好き。シンプルだけ美味しいです。なんかあの、うん、リーキの海とエゴマの香ばしさがちょうどマッチしていい感じのバランスになった感じがする。美味しい。うん、あ、本当にうまい。やっぱ深谷は、深谷はすごいですね。うん、美味しい、すごい。
持田さん美味しいよ。本当美味しい。続きましてナムル。ナムルいきますか。はい、どうですか。シャキシャキして言ってますね。豆もやしが非常に美味しいです。うん、なんかシンプルな素材の味からのガツンとくるニンニクのね。そうですね。あ、うまい。合うね。エゴマとニンニクの相性がいいですね。これはお酒進む。うんうんうん。続きまして。続きまして、例のペースト。うん。はい。はい。行ってみたいと思います。これはもうクラッカーに乗っけて食べてもらえばいいと思います。はい、まず、これだけで。ビールと合うと思うよ。本当に。おいしい。うん。いいですね、うん、そうクラッカー、クラッカー行っちゃったら今度ワインになっちゃってね。ね、そうですね、白ワインとは、うん、合わないわけがない、うん、おいしい、さすがシェフ。何よりもやっぱツナは魚だし、うん、エゴマ油もやっぱり魚油に近い成分なんで、はい、非常に相性がいいですよね。うーん、キリッと冷えた白ワイン、うん、絶対合いますよ。相性良さそうです、うん、全部お酒に合う料理だ。そうなんですね。実は美味しい。本当に美味しい。そしてあの、はい、先ほどなんか美味しい豆腐が入ってきたからこれをどうにかして食べようという話になったんで、はい、急遽番外編で、番外編で豆腐、はい、もうね、豆腐はごま油の場合はもうシンプルに食べていただく方がいいと思いますんで、はい、鰹節と青みを置いて、うん、で塩または醤油でエゴマ油をかけて食べていただくと、豆腐とエゴマ油非常に相性いいんで、はい、やってみたいと思います。では、はい、豆腐に、豆腐はもうシンプルにいつも皆さんが、ね、はい、家でご自宅で食べるような食べ方でいいと思いますんで、はい、今日はオクラと、うん、鰹節とお塩があるみたいなんで、これをもう普通にドバッとかけていただいて、じゃあちょっとここからいっちゃって、うん、もう普通にね、オクラをわーって乗っけて手でいかせてもらっちゃいます。鰹節ありがとうございます。はい、そしたらですね、もうここにもうエゴマ油を上からどこどこかけちゃう、もう贅沢なかけ方しちゃいます。はい、これで出来上がりです。はい、エゴマ油本当にね、和とは本当に相性いいんで、あ、はい、豆腐なんか特に相性いいと思います。楽しみ、この食べ方初めてですね。豆腐といえば醤油みたいな、うん、うん、どうですか。うん、なんか意外な組み合わせ、いろんな子が出てくる。一口でエゴマも来るし、カツオも来るし、後からどん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 来る、追って追ってくるみたいな。そう、エゴマ油をかけることによって、うん、コクが出るんですよね、うん、なのでカツオ節のコクも増すし、豆腐のコクも増す、非常に相性がいい。コク増すですね、コク増す、うん、だけど今日エゴマのなんか持ってきてくれたんですよね。はい、自家製のを持ってきてくれたみたいで、豆腐にエゴマ油だけだと、うん、ちょっと味がどうかなとちょっと心配になって、会社で試作をしている商品をちょっと持ってきました、うん、何ですかこれ。エゴマを使った生ラー油と焙煎した網を入れたものです。これこのままかけていいんですか。かけてみてください。あ、シャリシャリ言ってる。そうなんです、これが網。網です。すごい、どっさり。いただきます。あの元となってる赤いあのエゴマ油はラー油なん でちょっと今山椒がものすごい効いてるような感じと、うん、本当だ、山椒の味がします。うまい、もうシャリシャリな感じがいいですね。そうなんです、シャリシャリは網です。うん、エゴマの可能性がすごい広がりますね。ありがとうございます。皆さんにこのエゴマをね、普段のね食事の一環で入れていただいて、うん、どんどんとね体にいい油を取り入れてもらって健康になってもらいたいなと思います。今生ラー油を作ってるんで、これがね仕上がったらまたご紹介したいと思います。商品化になるのを楽しみにしております。はい、そして、はい、続きまして、はい、癒しておりました。僕が国産時代に箸休めとして作っていましたミニトマトのマリネです。当時はエゴマ油ではなくてオリーブ油でしたけど、今回はエゴマ油で作ってみました。いただきます。いただきます。どんな味になるかな。うん、あ、美味しい。白ワインお願いします。
あーこの酸っぱみもちょうどいい、うん、疲れが取れるね、これいいですね、うん、最高に美味しい。お酢とニンニク合いますね、合いますね。でお酢とニンニクにエゴマ油でしょ、うん、このバランスが最高です、うん、最高です。美味しい。足休めの後はやっぱり最後は、はい、デザートですか。デザートデザートになりますね、はい。こちらのヨーグルトのくるみと蜂蜜でエゴマ和えたんですね、うん、もうこれもうシンプルそのままそのままでいいですか、はい、いただきます。いただきます。これうまいな。おいしい。おいしいです。うまい。私ほら甘いのってあんまり好まないけどちょうどいい。ちょっと永遠に食べられるかも。ナッツの油分とこのエゴマの油が合いますね、うん、おいしい。甘さがちょうどよくて噛んだらエゴマとクルミの味がやってきて、でなんかヨーグルトの爽やかさが次にやってきて、これエンドレスだね。これこれ全然いけますね。いけるいける、すごくいける。これにワインいけるよね。いけます。結局このところね、基本ワインに合う料理です。満足、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。全部美味しかった。ありがとうございます。全部美味しいですね。今日私の胃袋はもうこれで満たされました。満たされた。あとはね、白いワイン飲んで、うん、この後ね、この後飲んで、もう食べたの思い出しながらこう飲む。それしかないですよね。それしかないです、うん、そうしたいと思います。うん、簡単でしたけど全部、うん、こんなにバリエーションがあるんだなっていうのが、こんな簡単、そうですね、なんだったら誰でもできますよ。そうですね、うん、ぜひこのエゴマオイルを手元にね用意していただいて、他のものはね多分お家にあるもので全部賄えると思いますので、うんうん、ぜひエゴマオイルで美味しくて健康な生活を送っていただきたいと思います。でこちらのエゴマオイル、今絞りたてが搾油後3日以内にご自宅に届くっていうサービスがあるんですけど、定期購入もありまして、そちらの方概要欄の方にリンクの方貼ってあります。毎月3日までにご注文いただくと、その月の第2週の金曜日発送となっておりますので、はい、ぜひそちらの方もご利用ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。